浜辺吉岡時は豪華美の共演。各世代で最も輝き宝石が似合う著名人を表彰する第30回日本ジュエリーベストドレッサー賞表彰式が行われ、世代別の受賞者が出席しました。10代部門で受賞したのは浜辺美波さん。贈られたジュエリーはアコヤ真珠のネックレス。母とそして浜辺家でみんなで本当大切に使っていきたいと思います。お正月にね、お年玉もらったばっかりなので、今回はこうみんなでね返していきたいなと思います。はい、お年玉まだもらってたの？もうしばらく私はもらうつもりでいます。続いて20代部門は吉岡里帆さんが受賞。ジュエリーが映えるよう意識したというデコルテを見せた黒のドレスの胸元にはプラチナダイヤのペンダントが付けられました。どんなシチュエーションでもらいたいとか。シチュエーションですか、なんでしょう。でもこう、私はまだないんですけど、こう好きな方から後ろからこうネックレスつけてもらうっていうのは素敵だなって。30代部門で受賞したのは橋本真奈美さん。こちらのダイヤモンドペンダント以外にも副賞として多くのジュエリーがプレゼントされたので、本当に今日高価なジュエリーをたくさんいただけて、ちょっと今震えてます。どういうふうに持ち帰ろうかなって。セキュリティ男子はいるんですか？今いないのでセコムのみなので。40代部門は常盤貴子さんが受賞。現在主演ドラマの撮影中で大忙しだということですが、ジュエリーの持つパワーをいただいて、なんか現実逃避というか、なんかいつもこうドラマの撮影ばっかりしてるので、なんかすごく上がってます。今日は楽しいです。そして60代以上で受賞したのは森昌子さん。どんだけみたいな感じで。ジュエリーを身につけすっかりハイテンションの森さん、さらに嬉しかったことが、廊下出た時にちょっと寒かったんです、そしたら舘さんがファッと上着を脱いでね、パッと肩にかけてくれた。もうね、本当に転んじゃいそうでしたね、私。コロッといきそうでした。今日はなんていい日なんでしょうと思いました。最後に特別賞を受賞したのは81歳の加山雄三さん。今回いただけたものは全部カナヤに行くんだろうと。これが一つ唯一、これは素晴らしいですね。羽ですよ。全部奥様に渡さなきゃいけないプレゼントっていうような感じにも取れたんですけど。それはもうそうですね。今日からすごい幸せになると思います。そうですね。おいしいもの食べさせてくれるかもしれない。幸せだな。いや、 やっぱり女性にとってジュエリーって特別ですからね、なんか皆さんさらにキラキラされてるような感じしましたね。ジュエリーの下の皆さんの白い肌もね、美しいなと映えますよね、思いましたね。黒部さんやっぱりそこ見てたんですね。ついついね、鎖骨とかね、綺麗だなって。そこまで言わなくていいです。森昌子さんもハイテンションになりました。